トラベラーチャンネル、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。毎週水曜日は世界のツアー情報を中心にお届けしております。ということで今日のテーマですがこちらになります。2大人気国の組み合わせ、イタリア&ギリシャというテーマでお届けしていきたいと思います。最近ですね、新婚旅行のお問い合わせでヨーロッパに行かれたいというお問い合わせが増えております。そこでですね、今後ヨーロッパの新婚旅行をお考えの方、また OL の方で女子旅として行かれたいという方にお届けしている今回は動画になります。お届けしますのは旅行会社 JST オーダーメイドツアー担当小田谷です。よろしくお願いします。それではですね、今回の目次ということで、まず人気の理由、ここがおすすめ、最後にまとめという順番でお届けしていきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速ですが、人気の理由ということで、イタリア&ギリシャ人気の理由、まずは一つ目こちらになります。たくさんの都市に行けるということで、イタリアはですね、都市が変わると違う国に来ているような雰囲気が味わうことができます。例えばミラノ、そしてベネチア、フィレンツェ、ローマ、こちらの4大都市と言われている都市はですね、本当に違う国に来ているような雰囲気が味わえます。その中でもベネチアといえば水の都、フィレンツェといえば街が世界遺産、ローマといえばコロッセオ、そしてトレビの泉、バチカン市国といった形でですね、いろいろな都市に行けるというのが大きな人気の理由の1番目になっております。そして2番目がですね、イタリアに関しては列車の旅で風景を満喫することが可能です。よくツアーで行かれるとですね、バスの移動が多いと思うんですが、今回ご案内しますオーダーメイドツアーであれば列車の旅というのが実現することが可能です。その列車のチケットもあらかじめ日本で手配することも可能です。そして3番目がですね、なんといってもグルメ三昧ということで、イタリアといえばピザ、パスタはもちろん、本場のイカスミパスタ、そして各都市によって名物料理があります。フィレンツェといえばトスカーナ牛、そしてミラノといえば子牛のカツレツといった感じでですね、プラスジェラートとスイーツも美味しいということで、グルメ三昧ができるというのも人気の理由の3番目になっております。そしてですね、4番目、イタリアでいろいろ観光をしてグルメ三昧して、後半サントリーニ島で景色に癒されるというのが4番目の理由になります。ギリシャのサントリーニ島といえば世界的にも夕日がきれいに見えるということで人気のサントリーニ島、ここでですね、白い街並み、そして夕日といった形で本当に SNS 映えするような写真が撮れる。そして5番目ですね、リゾートでゆったりということで、旅の前半はいろいろ観光してグルメ三昧をして、そして旅の後半ではリゾートでゆったり過ごすといった感じで、メリハリをつけた滞在が可能になります。それではですね、実際、イタリアということで、イタリアの場合ですね、先ほど少しご案内しました、一番イタリアに行かれて印象に残るのが水の都のベネチアとも言われております。やはりベネチアに行かないとですね、このような綺麗な景色というのは見ることができません。また
ベネチア自体がですね、橋で成り立ってますので、橋がですね、なんと200以上の橋があります。ということで、迷子になりながらベネチアの街を散策するというのも楽しみの一つになってくると思います。そして街が世界遺産のフィレンツェ。フィレンツェといえば、このようなレンガ色の、建物、そしてミケランジェロ広場といわれる丘の上からの景色というのもおすすめになります。あとローマですね、ローマといえばコロッセオというほど人気があります。コロッセオ、あとはトレビの泉ということで、トレビの泉もですね、観光客の方が後ろ向きになってコインを投げてるんですが、あのコインを投げる回数によって意味があるというのはご存知でしたでしょうか。まずコイン1回投げる場合、こちらは再びローマに戻ってきますよ。そしてコインを2回投げた場合は好きな方と一緒になります。そして欲張って3回以上投げてしまうと好きな人と別れてしまいますよとも言われておりますので、トレビの泉に行かれたらぜひ1回もしくは2回以内にされることをお勧めします。今回の動画はですね、新婚旅行を考えの方、まだ女子旅でイタリアとギリシャ行かれたいなと考えていらっしゃる方への動画になりますので、2回以下というのがおすすめですね。そしてですね、3番目、サントリーニ島ということで、サントリーニ島といえばもう白い建物に青のドーム型の建物、この景色を撮りに行くという方が大半だと思います。そしてこちらが世界で最も美しい夕日とも言われているサントリーニ島のイアというエリアから見た夕日になります。で、このサントリーニ島自体がですね、ちょっと注意しないといけないのが、春から夏にかけて綺麗な景色、また賑やかな街、そしてホテルでの滞在というのが可能です。冬はですね、残念ながらホテルの半分以上がクローズ、またお店も半分以上がクローズしてしまってますので、イタリアとギリシャ、サントリーニ島に行かれる場合はぜひ春から秋かけて行かれることをお勧めします。それではですね、最後のまとめということで、今回はですね、2大人気国ということで、イタリアとギリシャ、サントリーニ島をご案内してまいりました。実際にですね、イタリアとギリシャのサントリーニ島行くにあたって旅行日数としては約1週間程度、理想は9日間ですね、1週間程度ですが理想は9日間あります。そして回る順番としては、ベネチアから入ってフィレンツェ、街並みを見て、そしてローマでコロッセオ、フィッツビジ、コロッセオ、バチカン美術館など行って、最後にサントリーニ島でのんびりリゾート気分を味わうといった順番がおすすめです。今回のルート以外にもですね、また人気が出てきたルートなどありましたら、ぜひこのトラベラーチャンネルでご紹介していきたいと思います。それでは今回の動画が少しでも役に立ったよという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。